国海神話、SVG で表示小野ご島、または、小野ご島とは、日本神話や危機に登場する島。特に、イザナギの巫女とザナミみの巫とによる国海神話で知られ、神々が作り出した最初の島となっている。古事記では、小野ご島、日本書紀では、漁漁島図から凝り固まってできた島の意味である。神話内容のうち、小野ご島が登場する箇所を記述。 イザナギのみこととザナミのみこが、国海の際に、天の浮き橋に立ち、天の沼鉾をまだ何もできていない湯なばらにおろし、こう、ろころとかき回し鉾を持ち上げると、下り落ちた潮が積もり重なって、島となった。これが、おのゴロ島である。おのゴロ島に降りた神は、天のお柱と、八ひ殿を見立て、イザナギのみこは左回りに、イザナミのみこは右回りに、 天のお柱をめぐり、出会ったところで相手の魅力を褒め合い、この島で成婚する。黒日売りが吉備の国へ帰郷した際に、大佐崎の命は後井吉備の国へ行行するが、道中歌った歌には、おのごろ島が登場する。推してるやは、南馬の枕言葉。我が国見ればは、歌を読んだ仁徳天皇が現在地あたりから眺めると、という意味であり、国見を行ったと、 解釈されている国見とは、国の地勢や景色、人々の生活状態などを、地位の高い人物が望み見ることを言う。小野ご島は、神話の架空の島とする説と実在するという説とがある。伝承が残る地域は、近畿地方が中心で、平安前期の古代諸子族の系府所である、新鮮生史録では、小野ご島は沖の島などとも島の島々と一説がある。 同じく平安前期に書かれた新鮮亀正期と鎌倉後期成立の尺日本記では、小野五ろ島の説明に、ヌ島を当てており、近世以降のほとんどは、このヌ島説が定説となっていた。明治時代に発行した地名辞典である大日本地名辞書でも、小野五ろ島をヌ島となすは死闘の説なるべしと、ヌ島説を有力にみなしている。江戸中期の国学者、元折長は、 小記伝により、小野ごろ島は、淡路島北端にある江島と見立てており、江島説は、大宮勘道の、呂島日記でも記載がある。小野ごろ島の候補地は、様々な見解があるものの、淡路島周辺の小島であっただろうと考えられている。また、前述の仁徳天皇が読んだ、小直下官の歌を参考にすれば、淡島を、淡路島明神として、沼島を、小野ごろ島とすれば、 淡路島から一望できる。また淡島は四国の淡方面を指すという見方もあるが徳島と何和を一望できる場所はない。淡島についても諸説存在する。沼島の上、縦上はともが、島尾の頃島神社の大鳥筑波山江戸時代の国学の一節。ありがとうございます。